こんにちは、日本の瞳です。高校1年生です。私は小学生の頃から中学校卒業まで不登校でした。学校は1日でも休むと勉強についていくのが大変です。私は不登校の間、みんなと同じように勉強の機会を得ることができず、とても悔しい思いをしました。だからこそ今、様々な理由で学校に行けなくなって勉強の機会を失っている子どもたちのために何かしたいという強い思いがあります。私の考える平和とは、一人一人が平等に教育の機会を得ることです。世界には男女差別や経済的な理由などで勉強の機会を得ることができず、貧しい暮らしをしている人がいます。私は世界中のすべての人に平等な教育を届けることができたら、世界が平和になるのではと考えています。どんな環境にいる子どもたちでも、平等に教育を受けられることで、なりたい自分になれる社会になるといいなと思います。世界中の勉強したいと思っている子どもたちが勉強できるようになるために力になりたいです。これを実現するために必要なことは、デバイスがある限り誰でもアクセスできる教育プラットフォームの設置だと思います。実際にリープフロッグ現象によって後進国と言われる国々にあってもスマホは行き渡っています。この状況を使わない手はないと思います。だからこそ私はぜひ教育プラットフォームを作り上げて、世界の多くの人たちがアクセスできるようにしたいと思います。もしデバイスを持つことができない人がいるのであれば、現地に場を整えてそこに出向くような国境なき教師団の結成を目指したいと思います。この実現のために徹底して自分を磨き、何としてでも力をつけていきます。